本集节目开始前，请你别忘记订阅我们及开启小铃铛，你的支持是我们的最大动力啊。深夜，位于工作室内的两名电台工作人员正忙着录制口述鬼故事的节目，窗外竟出现了不寻常的景象。漁業を生業としている村では毎日緊張の連続でした。男たちは文字通り命がけで海に出ていくのです。その土間の右側に4つの部屋が並んでいました。そして突き当たりを左に折れると台所と勝手口がありました。10人近くの親戚の者と近所の人がおじ、おばを中心に玄関からすぐの居間に座り込んで不安げに期待を寄せ合っていました。風と雨はますます強くなるばかりで一向に静まりそうにありません。どこかの港に避難しているから心配はいらないよ。村の世話役らしいおばさんが自分自身に言い聞かせるように話す声がかえってのその場の空気を重苦しいものにしていました。やがて夜の闇が降り始めた頃、カタン、勝手口の方で何か物音がしました。台所の方に行った人は誰もいないはずです。みんながけげんそうに顔を見合わせると、今度は水瓶の蓋の開く音、そしてそれに続いて会釈で水を汲む音が聞こえてきました。会釈の水で足を洗っているようです。それらの音をじっと聞いていたおばは低い声で一言こう言いました。ようやく帰ってきたが、けれども腰を上げる様子はありません。何のことだか分からず、私と親戚の者の何人かが台所に走りました。一间动漫商店的监视器捕捉到了各种角度下的恐怖画面，这个是人还是鬼呢？
深夜的停车场，在四周无人的环境中，设置在那的保安监视镜头居然拍到了恐怖画面。一位女生在她的房间里设置摄影机，拍摄入睡后的状况，最终捕捉到了一些令人毛骨悚然的画面。深夜时分，医院的某个角落，一切看似平静无物，但是监视镜头却无意间捕捉到了令人惊惧的画面。
对于以上的灵异影片，你有什么不同意见或想法呢？希望你在下面留言告诉我们。如果你喜欢我们的频道，请你按赞、订阅、留言、分享及开启小铃铛。森美的奇异世界，和你下次再见，拜拜。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。